あの人は根っからの軍国主義だった。名前なんかで決めつけないでください。先般の娘が何言ってんだ。その先般の父をあの人は叩いてくれた。記念館は絶対作る。あんたが何をしようと絶対だ。今殺してやる。戦時中から反戦を訴え続けてきた祖父は非国民と呼ばれたこともありました。あの人は嘘をついてる。みんな被害者だ。嘘つき。狂わせたのはあいつじゃないか。こっちは被害者だ。バカ言え。被害者はこっちだよ。何その変な顔って。私にもさっぱり。舐められた。え、また怪文書。怪文書止めてほしいんでしょ。死に物狂いで逃げてきた人たちを不法入国者と呼ぶんですよ。美香さんはどっちが悪いと思ってるんですか。こういうのは解決すればいいんだから、それだけよ。お前は敵だ。よそ者。裏切り者。こいつは侵略的外来種だ。日本の生態系を乱した悪の権化である。言っとくけど、あの人は死ねないよ。死んだら終わっちゃうからね。